どうもラートです。ということで本日も脱獄国をやっていきたいと思います。さあ今回は、天国への階段で市民でございます。アイテムはラッキーボックスとインパルスグレネードということで、今回は市民なのでスイッチと、ラビッツをぶっ倒していくっていうのをね頑張っていきたいと思います。さあ、スイッチを順調にね3つ目を押していきました。今回ですね、この後ろにね、キティちゃんをね、つけています。それはなぜかっていうと、なんとなくです。はい。なんかさ、コラボした時とかさ、キティちゃんとかさ、ラスカルとかさ、まあ買うけど、なんかしばらく経つと使わなくなるじゃん。だからしばらく使わなかったものを使っていこうかなっていうので、つけました。はい。キティちゃんもさ、コラボしてる時は買ってつけてたけどさ、全然つけてなかったので、ちょっと久しぶりにつけようかなっていう感じでございます。わあ、ぶつかった、乗れなかった。なんか飛んで上に乗ろうみたいな感じでインパルス使ったけど、頭ぶつけて終わりましたね。てかさ、ラビッツってさ、なんか思ったより出るよね。なんか、全然出ないけど、いっぱいプレイすればセンター集まるよって感じかと思ったらさ、頑張れば1試合で100体集められるから、10回プレイすればもうゲットできちゃうみたいな感じじゃない？皆さんどうですか？皆さん、ぷぷぷチャンネル見てますか？ぷぷぷさんの方で、撮影協力したんですけど、皆さん、よければ見に行ってください。僕、出てるので、はい。ぷぷぷさんの、検証動画で、僕、一回プレイしたんですけど、その時は、めちゃめちゃ全力で、倒して、150ちょっとぐらい、ラビッツ倒せたので、やっぱり頑張れば100体は倒せるんじゃないかなって思います。なので、割とねもう集まってる人結構いるよね。まあ、僕はなんかこういう撮影とかライブ配信とか以外ではあんまり脱獄ごっこ最近やってないのでそこまでまあそんな早いわけでもないんですけど、もうすぐ集まりそうですね。なのでちょっと頑張りたいなと思います。今回はですね全然その動画のオチのないめちゃめちゃ普通の試合なんですけど、はい、ここまで見てくれた皆さんありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。